エンマ・モラーノは、かつて、イタリアに在住していた、長寿の女性である。2016年5月から翌年4月に117歳137日で、亡くなるまで長寿世界一であり、1800年代生まれの、世界で最後の生存者であった。また、ヨーロッパにおいては19世紀生まれの最後の生存者であった。ウンベルト一世の代に誕生した。 イタリア人の最後の生存者でもあった。イタリアにおける歴代最長寿記録を持つ人物であり、ヨーロッパではジャンヌ・カルマンに次ぐ歴代2番目である。日本の報道ではエマ・モラノあるいはエマ・モラーノと表記されることもある。エンマ・モラーノ、1900年撮影1899年11月29日、イタリア・ピエモンテ州のベルチェリ県、チビアスコにて、 ジョバンニ・モラーノとマティルデ・ブレシアーニの間に生まれる。8人兄弟姉妹の長女であった。1926年にジョバンニ・マルティヌッチと結婚した。子供は一人だけいたが、1937年にわずか6ヶ月で亡くなっている。法的に離婚はしなかった。1938年からは暴力的だった夫と別居するようになり、 以後75年間にわたって一人暮らしをしていた。このことについて、後のインタビューで彼女は、私は誰からも支配されたくなかったと語っている。なお父親と夫の名前が両方ともジョバンニという同一の名前であったとされているが、出典の誤りなのか偶然だったのかは定かではない。彼女には非常に著名な家族がおり、家族の何人かは九十歳以上生き、 妹のアンジェラ・モラーノは102歳で亡くなっている。長寿の秘訣として薬を使用せず、1日あたり3個の卵を食べて、手作りのブランデーを飲み、チョコレートを時々食べることを挙げている。2011年12月23日に彼女はイタリアの大統領ジョルジョ・ナポリターノからイタリア共和国功労勲章を授与された。 2015年の116歳の誕生日には、ローマ教皇フランシスコからの手紙を受け取っている。2017年4月15日、ベルバーニアの自宅で死去。エンマ・モラーノ、1920年代。ありがとうございます。